こんにちは、スネドラです。長かった緊急事態宣言もやっと解除されたので、歩き遍路旅を再開しようと思います。ただ感染拡大防止には十分注意してね、旅を続けようと思います。前回の最終日が12月の中旬だったので、3ヶ月半ぶりに高知に戻ってくることができました。今回はこの高知空港からタクシーで、前回の最終点である桂浜に向かいます。これは前回歩いて通った浦戸大橋ですね。とっても怖かった記憶がね、だんだんと蘇ってきました。はい、桂浜に到着です。では今日はここからスタートしようと思います。満開の時期は過ぎちゃってるんだけど、桜がすごく綺麗でね、今日天気もいいし、絶好の歩き遍路日和になりました。3ヶ月半も間が空いちゃうと体がいろんなこと忘れてるんでね、思い出しながらゆっくり歩いていきます。あれはさっきタクシーで渡った浦戸大橋ですね。かなり大きな橋です。あの橋をくぐってしばらく海沿いに歩きます。設計時の標識が出てきました。これを左に曲がります。私、見落としが多いタイプなんでね、今回は見落とさないように行こうと思います。この橋を渡って左に曲がればすぐ到着です。やっぱり近かったですね。33番札所、設計寺です。久しぶりの参拝だったので、いろんなことがこうスマートにうまくできなくてね、うろちょろしちゃってました。やっぱり年取るとね、物忘れが激しくてね、ほんと嫌になっちゃいますよね。ただ一連の動作をギクシャクしながらやってるうちに遍路に戻ってきたなっていう実感も湧いてきました。ここは鐘がつけないようですね。本堂を参拝して大師堂も参拝します。農協をいただいて、次は種まじに、行こうと思います。うちがよくやる失敗なんですけど、こういう街の中通るときってね、ランチ食べれるお店があると思って歩いてるんでね、買ってきてないんですよね。今回は1軒だけあったんですけど、定休日だったりして結論ランチ食べることができませんでした。初日だったんで行動食とかも買ってなくてね、非常につらかったんですけど、今の分岐の手前のお家のこのおばあちゃんがね、いろんなものくれたんですよね。たまにね、家の中にご招待してご飯ご馳走することもあるらしいんですが、今日は1人なんで作れなかったと、すごくね、優しい言葉をたくさんいただくことができました。本当に感謝です。このビニールハウスは旅チャンネルの高山さんが寄ってたところですね。確かトマトを栽培してたんだったと思います。しばらく太い道を歩いたら右折してこの道を入ります。やっぱり歩き遍路って言ったら、こういうですね、車があんまり走らないような横の細道みたいなところを歩いた方が断然気持ちがいいですよね。非常に景色もいいし、空気もうまいです。調子に乗ってホイホイ歩いてたら道を間違えたっぽくてですね、ちょっと遠回りになってます。ここの分岐は歩き遍路は左ですね。残り 2.7 キロです。昔の道しるべが出てきました。よく読めないんですが、横にシールが貼ってあって表示されてます。新川川橋っていう橋らしいです。なんか面白いですね。お遍路休憩所が出てきました。高知って休憩所が少ないような気がするのは気のせいですかね。ちょっとここで休ませてもらいます。この用水は今でも野菜とかを洗うのに使うみたいです。先日の雨で川が濁っちゃってますけどね。はい、あと 500m で種まじです。やっと着きますね。34番札所、種まじです。このお寺も山門はないようです。一段高くなったところに鐘があったので、今回初の鐘つきをしてみます。いい音色でうっとりしますね。種まじで参拝している最中に、民泊潮風さんのご主人がですね、宿泊の営業をされてました。私たちはすでに宿を手配しちゃってたので、今回お世話になることはできなかったんですけど、すごい良さそうなご主人だったので、次来たらね、泊まってみようと思います。はい、本堂をお参りして大師堂もお参りします。ここの五能峡では墨書きを撮らせてもらえたので、今回初の撮影ですねをさせていただきました。お寺の近くに食堂あるかしらと思ったけど、やっぱりなかったですね。仕方なく空腹のまま進みます。これ柵の外にねヤギ出てるんでね、一瞬驚いたんですが、これ首輪とリードをしてました。なかなかですね。これ今日は清滝島で時間的に行けそうにないので、土佐市内にあるビジネスイン土佐で1泊しようと思います。この辺りまで歩いてくると3ヶ月半ぶりなんで、疲れがねだんだん出てきました。なかなかかっこいいメガネ橋が見えてきました。欄干もすごく低いですね。だいぶ古そうな橋です。と思ったら明治30年頃の橋だそうですね。いやー、これねなかなかかっこいいです。しばらく川沿いを歩いたら左にそれて、仁淀川大橋を渡ります。この土手に上がる階段がね、藤井寺に行く途中の景色をふと思い出させてくれました。こんな景色でしたね。藤井寺は確かこのまままっすぐ降りるような、ルートでしたけどね。今回は左側に見える仁淀川大橋を渡って反対岸に出ます。とても綺麗な景色ですけどね、今日初日なんで疲れもね出てきてね、だんだん口数が減ってきてます。この橋の途中で土佐市に入ります。川を渡ったらすぐに右に曲がって川沿いをひたすら歩いていきます。今渡ってきた仁淀川大橋もなかなか長い橋ですよね。今日は久々だったのでとっても楽しかったんですけど、その分体もきつかったですね。はい、土佐市の中心地にやっと着きました。今晩お世話になるホテルはビジネスイン土佐です。これは土佐市内でもう唯一のホテルなんじゃないんですかね。非常に貴重なホテルです。1階には居酒屋さんが入ってて、横には駐車場があります。駐車場に、乾燥機、洗濯機があるんですが、どっちも有料ですね。しかも1機しかないので、これね取り合いになる可能性が高いんじゃないかなと思います。フロントは2階にあります。何気にまあまあ部屋数が多いですね。クレジットカードもきちんと使えるようです。思ったより綺麗だったね。あ、頑張ってやられてるんですね。親切なスタッフさんやおかみさんがいて、とても印象がいいホテルでした。これね本館と別館があるんですかね。ここの渡り廊下を渡って、隣の建物なんでしょうかに移ります。築年数は結構いってるようなので、カーペットのシミだとか、まあいろいろと古くなってきてるものは多いんですけども、綺麗に清掃はしてるっていうような印象ですね。今日のお部屋は610号室のツインルームです。ネットでねいろいろ書いてあったの見たんですが、それよりも全然綺麗な普通なビジネスホテルの部屋の印象ですね。ホテル自体は古いので、例えばコンセントが少ないだとか水回りがちょっとなとか、そういうのはあるんですけど、まあ価格相応っていう感じですよね。もちろん Wi-Fi もきちんと使えるようになってます。一部の口コミに書いてあった部屋の匂いなんですけども、これもね全くなくて非常に快適に過ごせそうです。クローゼットの幅も十分で、いろんなものがかけられそうです。驚いたのがこのユニットバスです。トイレがウォシュレットじゃないのはまあいいとして、このシャワーヘッドを引っ掛けるフックみたいなもののついてる位置が変なんですよ。これ分かります？なのでユニットバス中が水浸しになります。まるで海外のシャワールームみたいですね。これはねかなり驚きました。あとコンディショナーがないので、これは気をつけた方がいいかもしれないですね。タオルにバスタオル、浴衣もあるし、アメニティも一式きちんと揃ってました。夕食は1階の居酒屋さんでいただきます。今日がねなんと営業最終日だそうで、本当にねなんというか運命的な日に来ちゃいました。最終日だからかもう席が満席でずっと賑やかでしたね。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。明日は昇龍寺まで参拝しようと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。